はいみなさんこんにちはこんばんはココミチャンネルのショーが今日はイギリスの現状をお送りいたしますよろしくお願いしますまああのイギリスの現状をですねお伝えしたいと思うんですけれどもあの私はイギリスに住んでたことがあってもアメリカに住んでたことはないのでまあアメリカのことについてはわからないです正直ねまああの知り合いがいるのでまあたまに話を聞いたり。 あでもアメリカって広いじゃないですか。だか経済的にも格差があって、地域的にもね。あのーまあ、先日、ニューヨークで卵はもう、まあ、落ちましたよっていうコメントを頂い,いたんですけど、私が、あの知人がいるところは落ちたんだけど、やっぱり1個ね、50円から80円ぐらいなんですよ、卵は。で、まあ、ニューヨークの方でもっと落ちたみたいですよね。あの1パック500円ぐらいなんですよね、今ね。まあ あの、結構値段はね、あの、輸送費とか地域が違うとね、遠くまで運んでいったりとかいうことで、まあ、高くなったりするんでしょうね、きっとね、アメリカ広いんでね。まあ、あのー、今日はイギリスのお話なんですけれども、まあ、そんな経済の中で、まあ、イギリスの、うんまあ、親子の話なんですけども、まあ、ちょっと切ないんですよね、これがね。あの、何が切ないかっていうとね、ちょっとこう、ロンドンよりもかなり、あの、離れている、 まあ日本で言ったら田舎の方ですね、に住んでいたんですけど、あの、やっぱりロンドンの郊外あたりに引っ越ししてね、より都会に近くて、子供の教育もそっちの方が学校がいいっていうふうに聞いたから、ちょっとロンドン郊外、ロンドンの近くに引っ越そうということで、まああの、持っていたお金があったので、引っ越しをして新しく家を借りたんですね。で、まあアパートなんですけど、で、まああの、子供が2人いて、で、お母さん1人で、 3人で暮らしている。まあ、そこまでは良かったんですよね。で、それが、まあ、約1年ぐらい前なんですよ。で、教育にいいかなと思って、まあ、子供は喜んで学校行ってるんでね、良かったなと思って引っ越しをしたんですが、ところがそこからね、まあ、ご存知の通り、イギリス、電気代が上がったじゃないですか。で、電気とガスがどんどん上がったので、 まあ電気、ガスってまああの含まれているんですけど、ただあ、あんまり上がりすぎちゃったので、光熱費、上限を設けられてしまって、大家さんにね、ここまでは使って、家賃には含まれるけれども、ここから出たものは請求しますよということで,で、普通に使っていたわけですよ、そしたら請求がびっくりするほど、えっっていうプラスが来てしまって、いや、これ、支払いがちょっと今の持っているお金じゃできないっていうぐらい来ちゃったんですよね。 わあ、これ困ったなと思って、しょうがないんで、借金をしちゃったんですよね。で、ここで注意なんですけど、これはあの、イギリス人だけではなくて、日本人もそう。もう私も含めてってことですね。いろいろね。あのー、一回借金をしてしまうと、また借金をしちゃうんですよね。人間ってね。で、どんどん借金をしてしまって、気がつくと、とてもじゃないけど、もう返せないぐらいの金額の 借金がが膨れ上がっているんで、すすようわー困ったっったててなってしまいまいねでその方も、まあ、あのまあ、自分は親一人なんでね、一生懸命自分が働くしかないと。だけども、イギリスとしては最低賃金の介護者職なんですよね。で、そこで一生懸命働いても限界があると。まあ、給料はそれほど、まあ、ちょっと承久はあったんだけれども、借金を返せるほどの余裕がある金額にはとても及ばない。 まあ困った、これは本当に大変ということで、まあだけど一生懸命働くしかないんでね、子供のために。まあ、2人の子供のために一生懸命働いていたんですね。うーんで、まあ、どん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 状況は悪くなってきてるわけですよ。で、一時期よりもピークよりもちょっと下がったんですよね、光熱費。で、まあいろんな卵をはじめとして食品も少し下がったんですよ。なんだけど、 ちょっと下がっただけでまた高止まりなんですよね。どっちにしても。これは多分、あの、あっちこっち世界中変わってないですよ。ヨーロッパ全体そう。アメリカもそうですよね。あの、もう下がりましたよ。あのピークよりはってことですね。ピークより下がったけど、このまま下がり続けるかどうかって、うん、もうちょっとわかんない。まあ、あの、先が見えないですよね。また一乱何かあれば上がってしまうし、元に戻ってしまうしね。 今はちょっと落ち着いている状況ということですね。まあ、イギリスはさほど下がってないですよ、だけど。そんなに、あの、ピークよりは下がっているということですね。で、まあ、あの、子供の世話をしながらね、まあ、働いて、で、自分自身がね、なんか不安症になってしまったらしいんですよ。もうなんかね、薬飲まないといらんないし、まあ、あの、セラピー受けないといけないしね。もうなんかちょっと生きる、なんか、 もうちゃんと生きていく自信がなくなってしまったんですよ。それがね、請求書が来るたびにひどくなるんですよね。いや、こういうイギリスの方って多くなりましたよ。本当に。請求書が来るたびに具合が悪くなっていくんですよね。どんどん。で、請求書の金額がもし上がっていたならば、さらに具合が悪くなってしまう。いや、これも本当、請求書による病ということですね。これは大変なことなんですけど、 まあ、どうすることも解決もできずにね、滞納を続けていて、滞納どころかまた借金しちゃうんですよ。他のところからね。結局、借金まみれになってしまったんですね。この方ね。うん。今は人生で最も暗い瞬間ではないかと。私は、あの、この方が言うにはね、私は借金というのが嫌いでね、借金をしたことがなかったらしいんですよ。あの、生まれてこの方。ところが、今回初めて、 まあ借金をしてしまってね。で、また次の月、請求書がものすごい金額になっているので、また足りなくて、また借金を重ねてしまって、全く借金をしたことがなかった私が、こんなにね、借金を重ねていって、今ではもうどうやったらこんな金額を返すことができるのかというぐらいの金額を借金してしまっているんですよ。これって、 日本でも近未来に間違いなく起きることです。これは。うん。で、今は大丈夫。だこの方もだって、大丈夫だったんですよ。もうずっと大丈夫だったんです。だけど、突然、あの、電気代とかガス代が上がって、こんななっちゃったんですよ。ああ、っていうことですよね。だけどね。うん。で、子供たちにね、より良い生活と教育を与えるために引っ越したのに、これでは何にもならないと。 より良い教育どころか生活が破綻しそうなんですよ。事態はどんどん悪化していく。でも子供は一生懸命学校に元気な姿で通っているんですよで。子供にはとてもまた引っ越して元のところに帰るとも言えない。もう帰るお金もない。引っ越しをするお金もないんですね。で、今のところで生活するお金も足りないんですよ。でもどうしていいかわかんないですね、これはね。 本当に。うーん、ねえ。まあでもそういう状況の中で、まあもう仕事を一生懸命やるしかないということで、この方は仕事に励んでいるということなんですね。うん、ねえ、この生活から抜け出す方法があれば、どなたか教えていただきたいというふうに言っていますね。もう私はどうしていいかわからないと。で、一番いいのは、 借金を少しずつ返せれば返していって、借金をすべてなくしてね、もう一度一からちゃんと子供と一緒に元気で、笑顔で生活が続けられていくというのが、私にとってね、今一番の願いであって、それを望んでいますということなんですね。将来子供が良い仕事についてね、車を買うぐらいの余裕があって、 幸せな家族を持って、笑顔で毎日暮らせることができるように、私が今ここで頑張らなければいけないと私はわかっているんですと。ただ、経済的な力不足によってね、私が今この生活を続けられるかどうか、非常に不安な状況の中で崖っぷちにいる状態ですと。 うん、これがね、宝くじを買えば当たるかなとか、いろいろ考えたことがありますと。なるほどね。まあみんなそうなるんですよね。いっぱい借金があると、宝くじを買ってね、当たれば、なんか、いっぺんに生産できるなって、まあそうやって思ってらっしゃる日本人の方も多分いると思いますよ。本当に。だけど、そんな甘いものではなくてね、やっぱ宝くじってなかなか当たんないですしね。 本当にあの、そんなので当たるんだったらみんな借金返してますからね。らこれはもうね、うーいろいろちょっと考えていかないといけないんですよ。本当にね。まあ、考えても、ただね、あの生活が改善するわけじゃないですけれども、やっぱり相談したり考えたり、誰かのアイディアで、ああ、そういうふうなことができるんだとか、あのもう相談してね、なんかちょっと光が見えてくる場合もあるじゃないですか。 だから自分の状況を洗いざらい言って相談して、この道を抜け出せる方法を探っていくしかないと思いますね。とにかくね。うん。借金も、本当に状況が悪くて、社会状況が悪くて、自分は一生懸命生きてるのにっていうことであれば、まあ、面積っていうのもね、まあ、イギリスでもあるんですよ、ちゃんと。日本でももちろんありますよね。日本だとなんですかねあの、個人的な破産、破綻になるんですかね。うん、あ,のありますよね。 で、あれは、ますます、あの、今、多くなっているので、申請が、個人破綻はさせないような方向で、今、行政は動きつつありますね。うん、だからきついですよ。だから今、借金まみれの人は、破産もできないと。もうお金返すしかないってことですね。だからね。うん、だからこれは本当にね、それで、あの、ちゃんとした定住地にいると、借金を、 返せというふうな措促が来たりね、なんかそういうことがあるので、みんな家を出ちゃってホームレスになってる人がイギリスで増えてるんですよ。本当にイギリスの現状ってこうなんですよ、今。全然良くなってないですよ。本当に断言します。良くなってないです。でイギリスにいて、あのいや生活全然いいわよ、すごいいいわよって言ってる人は、なんでしょうね、あの、いい加減なことを言っているか、もしくは、 いる周りの人を支えてくれる人がしっかりしてるんですよ。本当に。うん。もうそれしか考えらんないですよ。だって私の知り合い、あの、かなり困ってますよ、みんな。これは。あの、本当に。一時よりいいんですよ。一時期よりいいんだけど、やっぱりね、あの、高止まりなんですよ。一時期が、例えば10段階あって10だとするじゃないですか、ピークが。落ちたんですよ。落ちたけど、7.5ぐらいですよ、まだ。 本来は3か4でなきゃいけないのに、まだ7ぐらいは超えてるんですよね。7.5とか。だかきついんですよ。どっちにしても今ね。だかきつい状態が続いているんですよね。で、またなんかあって、なんか社会的な混乱とか世界的な何かがあってね、ドカーンと何かが上がったら、もう終わっちゃいますよね。本当に。今耐えてる人もね、頑張ってる人もね。でもそれって、 うんまあ、どう考えても私の個人の感覚ですけど、今までね、ずっとイギリスと日本を比べていて、ずっと日本見てますけど、状況絶対日本の近未来ですよね。本当に。だって、すっごい税金じゃないですか。税金を取って取って取りまくるわけですよね。で、あの、不要の控除もなくなっていくじゃないですか。まあ、年齢によってっていうことなんですかね。だけど、まあ、ほとんどの人なくなっちゃうわけですよね。だから結局、 その扶養工場がなくなる分、ね、手当が、あの、自動手当がちょっと増えるみたいなことを言ってますけど、結局、支払わなきゃいけないお金多くなるんですよ。だから、すっごく、あの、もう困りますよ、みんな。本当に。びっくりするぐらい。だから、ちょこまかちょこまか税金、税金、何々税ってなってるんだけど、全部引っ掛け集めたら、もうひっくり返っちゃうぐらいですよね。完全に半分ぐらいいっちゃうでしょ。だからもう、 100万円稼いじったら50万は持ってかれるような感じですよ。消費税とか入れてね、全部ね。何もかも。本当に。だからこれからやっぱりきついですよね。だからサラリーマの方今まだ、あのー、多分3割ぐらいとかね、それぐらいしか引かれてないのかもしれないけど、ところがあの消費税だとか、またはプラス何々税っていう形でどんどん組み込んでくるんでね。サラリーマの方も、ええー、っていう感じになりますよ。 で、あと、マンションのあれでしょ高層階に行けば行くほど。例えば、あの、1階、2階、3階とね、なっていて、8階建てのマンションも、7階、8階の人は税金高くなるんですよね。えって思うじゃないですか。だって同じマンションに住んでるのに。いや、本当に。でも、税金高く取られるんですよね。うん、だからそれが、あの、導入されるわけですよね。そういうのもね。びっくりしますよね。だからね。あの、こ,これからなんか、どんどんどんど、んプラスアルファの税金を取ろうとして、 あの、試行錯誤しながら国は行政はその税金の新しいものを設けていくんですよ。これはだから5割ぐらいはなっちゃうんですね。軽くね。本当にね。きついですよね。だからね。働いても働いても半分か半分以上は合計したら税金で持っていかれるっていうことになるってことですね。うん、かなり大変だと思いますよ。うーん。ね。だこれで、 何かものが、あの、エネルギーだとかそういうものがまたなんかちょっといろいろあって高くなったら、これもうやっていけないじゃないですか、ね。イギリスと同じことになりますよね。あの、カードで借金しちゃったり、カードで買い物しちゃったり、で、どんどんそれが加算していって、雪だるま式に増えちゃって、返すことができなくなっていくという。もう本当イギリスそうなって今なんですよ。全く同じようなことがこれから始まろうとしてると思いますよ、日本も。見てるとそんな感じがしてしょうがないですね。 だからそういうふうにならないように、ちゃんと計画して、経済的なものをちゃんときちんとしておかないといけないんですね。これはだから、あの、10月からね、いろんなものが一斉にガソリンもそうだし、都市ガスもそう、電気料金もそう、いろんなものが上がっていくじゃないですか。で、あの、食料品とかね、日用品、ガーンと上がるんですよね、10月1日からものすごい勢いで。だから、それが、 やっぱり人々の生活をね、押し潰していくような状態、イギリスと同じようなことになるんじゃないかと思いますよ。いや、でもうちカードがあるからとかいう言う人いるんですけど、いやそれあなたのお金じゃないですから、それあの、借りてるだけなんで、カードが何枚あったってダメなんですよ。カードがあったって、それ返さなきゃいけないですからね。うん、だからちょっとねあの、ちゃんと真剣に考えないといけないと思いますよね。頑張りましょう。ね、そうしないと本当飛んじゃいますよね。飛びます、飛びます。 バイ坂上一郎。<laughs> そんなこと言ってるわけじゃなくて、ね、<laughs> すいませんね。<laughs> 怒ってる人もいるでしょ、きっと。<laughs> ね。いや、本当にね。いや、だけど本当にね、あの、ちょっと肩の力を抜いてね、いろいろ、ちょっとあんまりき、あの、肩にガーってこう、気張っ,って力が入ると、うまくいかなくなってしまいますから、脱力大事ですからね。ちょっと体の力を抜いてね、まあ、お茶かなんか飲みながらコーヒーとか、ね、お酒でもワインでも何でもいいですよね。ちょっと落ち着いて、さあ、どうするか、うちは。 というふうに考えていかれるといいんじゃないかと思いますね。頑張りましょう。ね。一生懸命考えて突破口を見つければ絶対どうにかなりますからね。気合を入れて頑張りましょう。前に前に進んでいきましょうね。応援してますからね。頑張っていきましょう。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。